何よこれ。こんなお茶渋くて飲めないわ。申し訳ありません。今すぐ入れ直して。もうお茶も満足に入れられないなんて、同じサイモリの娘として恥ずかしくないのかしら。 お姉様、顔を洗ったらいかが？ひどい顔よ。<笑>そんなお顔で間違ってもお客様のお出迎えなんてしないでね。ただでさえサイモリ家の恥なんだから。あら、お姉様じゃない？<笑>お久しぶりね、ミヨお姉様。あらあら、お姉様が生きてらっしゃるなんて意外だわ。ああ、でも 変わらずそんなみっともない格好でうろついているのだから、工藤様には捨てられてしまったのね。<笑>かわいそうなお姉様。仕方ないわよ。何にもできないお姉様が工藤様と釣り合うわけがないもの。追い出されてしまったのだとしても当然の成り行きね。命があるだけ儲けものかしら。 きっともう死んだ方がマシと思うような目にあってしまったのね。私には想像もつかないけれど、お金に困っているなら言ってちょうだい。地べたに這いつくばって必死にお願いするなら考えないでもないわよ。懐かしいわね、そのだんまり。どこに行っても変わらないお姉様。申し訳ありません。ミオ様、 お待たせいたしました。ミオ様のお知り合いの方々ですか？こんにちは。私、サイモリカヤと申します。いつも姉がお世話になっております。あなたはお姉様の同僚の方かしら？私のようなものがミオ様の同僚などととんでもない。ミオ様は工藤清香様の奥方となられるお方ですから。奥方ですって？ ミオ様に仕える女中でございます。<笑>あら、工藤様はお優しいのか、奇特な方なのか。てっきり捨てられたとばかり思っていたわ。では私どもは次の用事がございますので、そろそろ失礼いたします。ミオ様、帰りましょう。 お姉様が私より幸せだなんて、絶対に、絶対に許さないわ。